二代目、市村万次郎、十二月二十三日体は、日本の歌舞伎役者、俳優。野号は立花屋。縄文は、値上がり立花、開門は渦巻。歌舞伎名跡市村万次郎の東大。本名は、市村徳明。行政高等学校卒業。十七代目、市村宇左衛門の次男、兄は、初代万道楽前、弟に四代目、河原崎恩十郎が、 子に六代目、市村竹松がいる。親まで、行儀のいい演技が持ち味。昭和54年に1月に、中国、昭和62年に、ソ連、昭和63年に韓国と、海外での講演にも、積極的である。また、外国語による解説をつけた、外国人のための歌舞伎教室を開催、インターネットのホームページを使った啓蒙に取り組むなど、 歌舞伎を広める活動に熱意を見せている。昭和57年と昭和59年に国立劇場奨励賞、平成4年と平成6年に国立劇場優秀賞を受賞、平成13年外務大臣表彰を受けた。映画、テレビドラマへの出演も多く、映画、大日本帝国やザマジックアナーなどに出演、大日本帝国とテレビドラマ歴史の涙で、 昭和天皇を二回演じている。ありがとうございます。